はい、どうも、劇団一撃屋の、HTB、はい、4週目の、今回、はい、一撃屋ライブラリー11月号でございます。はい、はい、今月は、はい、座長の大熊と、はい、座長の西分で、ダブル座長でお届けします。はい、どっちが本当の座長でしょうか。はい、違うけど、今月ね、11月号はこちら、うん、はい、ニセフェスティバル2ということで、2013年の作品でございます。ね、まだ2年前なんですね、ニセフェスティバル2、はい、すごい昔の気がしてた。ニセフェスティバルっていうのはですね、うん、まず簡単に説明しますと、うん、刺激屋はあの4人も、奇妙なエンターテインメントシリーズっていうのと、うん、突撃成田シリーズっていうのと、ニセフェスティバルシリーズっていう3つのですね、うん、はい、勝手にブランド化しておりまして、3本柱ね。そのニセフェスティバルっていうのはまあ、うん、オムニバス公演みたいな感じでやってる、うん、割とこう息抜き、一撃的には息抜きイベント公演みたいな、そうそう、なんかそろそろニセフェスやらんとねみたいな、はい、一回息抜き公演やりたいよねぐらいの。なのであの会場もこうちっちゃい20人、うん、30人ぐらいしか入らないような、うん、小屋でしかやらないという、はい、公演でして、その割に中身を攻めてます。まあそうですね、はい、はい、なんかこう、うん、1分から15分まで幅広い上演時間のネタを20個ぐらいぶち込むっていう公演なんですけれども、これはですね、中崎町にありますアマント天然芸術研究所っていう天然芸術研究所で我々は上演しました。スターがね全面に絡まっている建物っていう、木造建築のね、きしみがすごい、中で何やってるか知らされへんかったら絶対に入りたくない感じの建物ですね。はい、もうね、うん、真ん中に、うんうん、会場の真ん中にですね、はいはい、柱がドーンと出て、そう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 、必ずどこかから邪魔になる、そうですね、100% 死角があるっていう、はい、なので一番見やすい1列目センターの席っていうのが存在できない、柱がそこにおる、はい、で今回もね何個か見てもらいますけど、常に真ん中には柱がそびえ立っておりますので、はい、ね、基本的には見づらいです。出演者全員を一堂にパッと見ることが不可能かな。で、まあこれももうですね、うん、販売予定じゃなくて単純に記録映像を流しますので、うん、はい、質のほどご了承、はい、ご了承ください。はい、はい、もうそれなりのものがそれなりのままに放送されます。はい、はい、ね、でもまあね、意外とニセフェスは愛されてます。愛されてるのかな。愛されてますか。僕らは大好き。はい、だからもう究極の身内受け公演です。あ、そうですそうです。なんかお客さんすらももう身内ですよね、はい、みたいな。お酒を飲みながら見ようっていう感じでございます。それもね、なんかお客さんにアルコール入れて判断力を鈍らせて笑わせるみたいな、はい、こちらの策ですけど、はい、というわけでまあ、ね、こんな感じで見ていきたいなと思うんですけど、はい、まず、うん、一つ目のね映像はですね、はい、もうこれの初っ端、うん、僕がですね、うん、前説をはい、はい、お客さんにしてて、はいはい、で途中で、はい、川原がですね、はいはい、入ってきて、大熊さん、うん、俺こんな公演するために一撃入ったんちゃうんすって言い出して、はいはいはい、謀反を起こして、やばいやばいやばい、なるほどなるほど、はい、謀反を起こして大熊にですね、はい、ナイフをわやばつけようとするシーンから見ていきたいと思います。新入り劇団員が暴れるところがない、はい、あちょっとそれドキドキやな、はい、では、はい、見ていきましょう。はい、まあ、再生ドン。死んでください。いやいや、お前行動が飛躍しすぎなんだよ、急に。そう。え？今までありがとうございました。新人が生きがるな。もしかも忘れてるの。うわぁ、うぅ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 、なんだこの力は。新人が座長に逆らった罰だ。これビールの売り子の二人ですね。この力は最高記念ビルだよ。エンジンをフェードアウトしていきました。完全に呼び出したね。カットじゃない。これは一撃でやる。お前さん、これ僕ら当たり越したんですよ。そうですよ。マイクで振ってるし、もうその時におりやすいに上手したら、そうそうそう。今回は、実はね、エクスファイルをモチーフにしてきましたね。吹き替えみたいな感じで、回るな、試合が一人で呼び合わないわ。これは
心臓が止まったのせいに。だがこの辺りで UFO の目撃情報があった。我らの侵略はもう始まっているんだ。好きな副長官には病死と報告しておくわ。カール、この事件は X ファイルだ。俺の声、そうそうそう、ビールを置いてもらう。隙間をつけた2人が真剣にやってる。洋画風なんですよ、一応マールだ。というわけでね、はい、こんな感じでね、うん、ずっと進んでいくんですけども、うん、いや、初っ端から来てますね。さすがに鮮烈やな。この時は上下に、うんうん、まあ、もうここは袖っていう概念がなかなか作れないので、うんうん、そうね、割と狭いし、もう文字情報で、うん、そう上手、下手と袖を、うん、袖袖袖って書いてある、ね、お届けしましたね。ここになんかね、隠れたら見えてたとて、うちらはハケだとみなすからよろしくっていう強気な感じ、だからね、袖の中で笑ってるんだ。いやー、笑ってた。人が舞台上で滑ってる様を見て笑ってるの、こうやってキャッ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 してる。背中越しに治療でやばかったっすねとか言って、こそこそ陰口をしてましたね、完全に。そうだから見えてた、はけて椅子とかもないから全員立ちっぱなしって。まあ、XL は僕が好きで、そうそうそう、ずっとやってたんですけれども、うん、まあ、うん、一応ね、モルザーでスカリーで、そうそうそう、で、その2人が、マリアムさんとアナチさんが、モルザーとスカリーの体役でやっていくんですけど、吹き替えのノリを、じゃあだから演目と演目のつなぎで2人が出てきて、うん、そうそうそう、いろんなところに操作に行ってて、でこれをやったことによって、うん、コントのオチが、うん、人が死ねば2人が入ってきて終わるっていう、単体では落ちてない作りになってたので、まる強制的に死んだりする。異性別は意外とほとんどのコントが落ちないんですよ、うんうん、まあまあ、でもそれはね、異性別ならない、ね、特有の感じ、つなぎ、だからほんまに、なんていうか、普通にオムニバスでどんどんやっていくっていうよりは、うん、見てたらいつの間にか次のレベルに行ってるっていうことがかなり多い、はい、ね、あの2人が出てきたら1個終わりだよぐらいの感じ、ね、そんな感じでした、はいはい、今のが、ミシェルスカリー2の、導入でございました、うん、はい、はい、まあ導入があれでして、はい、でまあこの時確かね、23、4演目あって、うんうん、そうそうそう、その短いのから離れるのまであったんですけれども、はい、何個かありまして、はい、続きまして、今から見るのはコンピューターおばあちゃんという、はい、演目です。はい、あれですよね、良、うん、い子の歌みたいな感じで流れてたやつのをネタにしたやつですね。そうそう、分かる人には分かる、他の人はググってください、はい、というわけで、いきなり始まりますから、そうそう、いきなり割とね、はい、インパクト強い感じで始まるんで、ちょっと心してみてください。ではいきます、はい、再生。私の知恵袋を借りに来たのかい。まずは自分でググったらどうだい。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、ブラインドタッチ80歳でマスターして、コンピューターおばあちゃん、いけてないな、コンピューターおばあちゃん、戸惑ってんじゃん。ダブルクリックなんかじゃ満足いかないね、私は基本トリプルクリック。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、ルのランニング来たから、ザザールでござる。コンピューターおばあちゃん、4人の振りも変わってる。コンピューターおばあちゃん、お客様の中にキーボードのナムロックとインサートをお越しの方はおられませんか。コンピューターおばあちゃん、どんな気持ちで後ろの人、ゲイツもジョブスも私を満足させることはできなかったね。昔の話さ、コンピューターおばあちゃん、これ地獄だ。コンピューターおばあちゃん、いいな、フレーズしたってね、強制終了でおしまいだ。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、パソコン買ってソリティアばっかやってんじゃないよ。コンピューターおばあちゃん、ござるでござる、もう一回来い。コンピューターおばあちゃん、出る。コンピューターおばあちゃん、やばい、コンピューターおばあちゃん、伝わってない。だからそういう時は西川清のイタリアの八角全角を押すんじゃ、後で言わなかったけど、だから西川清のイタリアの八角全角をじゃな。だからキーボードか、キーボードの左。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、すっげ
この曲の坂本龍一プロデュースなんじゃ。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、イエーイイエーイ、ウィンドウズ大好きさ。あのね、心してミント上がる映像がで、ね、今後続きます。あの、分かったことだと思います、はい、ちょっとこの辺キュッと握りしめてみます。放送事故ではございません。あ、いや、すごいな。あれを、あれを我々はね、6ステージぐらいやりましたよね。お客さんがそこそこの人数見ているということですね。150人ぐらい見てる。混沌のこの時間を、ね、いや、すごいね。これを俺らはオッケーしたいね。うん、だ私だって稽古場で私ゲラゲラ笑ってた記憶ありますよ、これ。面白いなって言ってた。ところが今の。ね、だから私だから今若干見切れてましたけど、うん、おいおいマジかマジかって見えてる見切れてる袖で、ちょマジかなんでだって思ってたことでしょうね。いやーすごいな、うん。面白くないですか本当に。今見たよね。いや。いや2013年の西部はむっちゃ好きでした。改めて見たらざわつきが止まらなかったな。ざわつくよね。これ何っていう。いやあのタンクトップ、ランニングやな。タンクトップじゃない。ランニングの4人やね。あの男4人が、男4人が行ったかねっていう、あの、ね、この規模に男4人の体力行ったかねっていう、ね。行った、行った。それが素晴らしい。はい。これが。コンピューターおばあちゃんでした、うん。続きましてですね、はい、一応オムニバス公演なんで、うん、コントとかばかりじゃなくて、はいはい、パフォーマンスもやってました、うん、そうですね、はい、やっぱ全部コントやとね。そうなんですよ。ちょっとお腹壊すかもしれない。一応パフォーマンスみたいなこともしておりまして、はい、自動販売機という、はいはい、ネタを今から見ましょう、うん、はい、パフォーマンスね、はい、シチュエーション的にはですね、コンピューターおばあちゃん続きでやってたんですけどはい、はい、まあ、それのちょっと前にモルダーとスカリーが、のシーンがあって、モルダーが一人で犯人を追いかけて行ってしまった、うん、単独行動してしまった、はいはいはい、で、走って疲れて、うん、まあ、後から後入りですけど、はいはい、まあ、モルダーは、うん、後から喉が渇いて入ってくるっていうところから始まるんですけれども、はいはい、始まってすぐ、うん、あの本編このパフォーマンスの本編とは何も関わりないんですけれども、ね、はい、いかにこの袖が、うん、意味を成してないかっていうのが分かる、ね、あの感じが上手で行われるので、うんうん、袖とはっていう袖とは一体何なのかっていう感じの動きが見れますので、はいはい、よかったらそれにもご注目、はい、ちょっとだけちょっと注目ね、はい、してください、はいはい、じゃあ見ましょう。ライブラリー再生、はい、これは竹村です、うん、で、上手の袖で川原君が一回出ているしっかり出て入るっていうねすごいな。袖はね、物も多かって混雑してて人もおるから。コードがね、あ、で、あ、漏れた、ほら今一応、ね、ポーズだけ、はい、乾いたな。喉乾いてる。販売機があるじゃないか、はい、真ん中僕です。うん、はい、もう下手だってもうね、うん、モルも僕はこれどうやら曲きっかけは竹村のこれやねアメリカ人のポーズがきっかけだったの。竹村さん、コンピューターおばあちゃんになれないから何この格好何この格好何この格好栄養さんで作られてるな。ほんまに手作り感がすごい。僕が自販機だ。ここに入れたら、お前やったら。ウォルダーとランニングの竹村が、うん、あのちゃ誰やねん、ランニングの竹村さ。なんかスカリーちょっと白目チラ見えしたおるよ、スカリー。スカリーおるな。おるおるおる、ツーショットやな。おるおる、鼻つけ直してるわ、あいつ。まだ奥の方でやってるから柱が邪魔したのが良かった。ちょっと見えますね。シネストが2で唯一と言っていいほどのアプローチやと。いや、うん、しかもそれだけちゃんと変わってるから。これはね、一
う町にね、茶屋町サミットでやらせてもらいました。若干の音が入る。しよう。やっぱね、トリッキー系はね、こういうことがある。出ました。狭いな。狭いな。ここはやっぱね、狭かった。狭かった。こういうことやるにはね、ちょっと狭いな。雰囲気がすごい。これはね、頑張って飲み切ろうとして。空っぽのやつを自立させるって目に見えない高等的にそれが楽しいな、ね、スカリーが取りましたよ、ね、あ友情が芽生えて、いやいや、見ないよ、何人も得意なと誰やしゃべった、あれ、ボーカル、うわ、ボーカルさんは俺があれしてたから、しゃべれなくて発見。やはり一度ワシントンに帰って好きな副長官の指示を仰ぎましょう。劇団員殺しの人に今俺がやばい、自販機の人がフェードでやってきて、あ、これあれや、光る花や、貴様はいや、だって竹内の男や、さっきまでランニング謎の男やったから、新しいランニングの謎の男や、ハイガーとどうなるっていうんだ、ライチェックどうなるっていうんだ、車椅子押してるやつもランニングやった、ライチェック、せーの、君たちの行動何、これで、ね、これちなみにですね、僕たちは真実が知りたいな、平気な殺しは政府と関係しているの、答えこれ僕らが一人で答えくれて、もうね、パニックですよ、お客さん何の炎上もできないなにこれ、鼻光ってる、彼女邪魔をしてはならない、なんだこれ、クラマイスはい、これちょっと面白いですな、いやこのね、うん、まあつなぎというか、まあ、というか本編かな、うん、まあ、本編やなっていうより、うん、本筋、そうですね、ベースとなってるやつがね、ちょこちょこ入ってくる、うん、これからもまあ入ってくるんですけど、うん、まあ低クオリティそうですね、ここまでクオリティ低くて逆に逆になんかちょっと意図がありそうでいいですねすごいな、ここまで至らないっていう、いやすごいですね、まあまあ今のが、うん、まあ、唯一のパフォーマンス自動販売機でした、はい、続きましては、はい、ベルト緩め虫というですねネタでございます、はい、これはまた続きですわ、うん、さっきのそうね、はい、さっきの、なので、最後に、はい、白い、ランニングのやつが4人のこのコーンって出てきたと思うんですけど、うん、鼻光ってる2人と、はいはい、2人となんか新しいランニングの2人が出てきたと思うんですけど、そのままいきますんで、はい、まあ見てもらったら分かると思うんですが、まあちょっと最初、異様な時間が流れますので、うん、そうね、コンピューターおばあちゃんのバックダンサー4人が再集結したところからですね、はい、じゃあ、いきましょう、お願いします、ライブで再生、はい、これね、みんな各々のものを持ってます、で、そのまま突入しているので、うん、左の2人は鼻が光ったまま、そうですね、あの、人外かな、このクライチェックと、ハイガモトコヤクハイクはお芋さんかな、イモです、うん、この余談ですが、この後に、うん、あのメタンガスファクトリーっていう、うん、すごく恥ずかしいネタをやるための伏線として、ね、お腹にガスを溜めてるんですよ、そうそうそう、で、今ちょっとお腹いっぱいになってきたなーって、そう、みんながお腹いっぱいでもう食えないよってなってます、いやちょっと待って、これやばいな、下手になんかドレッド男現れたと思いますけどね、このドレッドの人全部一本一本がベルトなんです虫シリーズっていうのね、僕の中では、うん、お子さんに世代する虫やるのがこれは2回目で、いや2回しかなくない、2回目か、1個目が全部かじり虫、これやばいな、あかん、これあかん、ベルトを緩めたらご飯がまだ食べる、こういう量が増えて、これちょっとなかなか最低ですね
すごい絵や、これ最低ですね。みんなほら、またいやね、ベルトグラマシっていうのがあって、まあまあ、何の日やったらリハーサルとかじゃなくて、ひどい、ひどいね。皆さん、大浦に大量のベルトが繋がってと思ってきて、じゃあ準備すっかって立って、はめた時の全員のえっていう顔、ビジュアルそれないんだ。食える。あのね、ワンで。いや、来た怖いねんな。ベルト緩めたのに。別に緩めたのに、カマラは食えないんだ。ベルト緩めたのに。ベルト緩めたのに。ベルト緩めたのに。ベルト、ベル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 、死亡最低はい、いや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 、はい、クソ最低な、これがベルト緩め虫いつ俺はこのネタを思いついたんやろな。私多分ね、この虫シリーズが若干ビジュアルが怖いのもあって、前から見れなかったので、当時怖いって俺やあ、そうそう、俺がちょっと怖くて、今だからまともにちゃんと前から見た結果、やはり怖かったっていう。まともじゃないけど、いや、そうそうそう、なんか狂ってしまった空間が今ここに形成されてたなっていう、すごいな。だって女の子一人しか笑ってなかったもんね、うん、今の空間も。そうですね、もう、まあ、コンピューターおばあちゃんよりマシやったよね。マシでしたけど、そういう一、まあ、人は味方につけてましたけどあとはでも何、まあ、いてたけど笑ってなかった人たちはもうギョッとし続けた。どういう気持ちで見てたのかな、うん、まあこれがですね、いや、さすがにセフェスやな、一撃の人気キャラベルトゆるべ虫でした。キャラどんどんいきます。はい、先ほども人気キャラやったんですけど、うん、そうですね、もっと人気キャラ、そう、一撃の中だけやけど、うん、私大好きなキャラ、ビニール袋男という、はい、というですね、通称ビニオ、ワン、ツーしか出てないんやけどね。4までやった中で半分しか出てないっていう事実があるけど、ね、これね、うん、何がやっぱすごいってね、うん、先ほどちょろっと話しましたけど、うん、東村武宏という男がおりまして、はい、一体誰やねんと。いや、そうでしょうね、劇団員でもないし、はい、役者さんでもないから、はい、そうなんですよ、このでかい男は一体誰だと思いながら見てたお客さんがいっぱいいると思うんですけども、うんうん、まあ、実は一撃に何回か本公演にも出てて、ね、脚本を書いたりもしてくれてて、うん、で、まあ、そうね、レアな存在ですね。役者はもうやらないってなったんですけど、うん、あまりに面白すぎて、そうそうそう、いじめすぎだけは出てくださいって言って、オファーを毎回、一応3も4も、ね、一応聞くだけ聞いて、こうやっていかがですか、まあ、普通にお仕事してるんで、うん、ちょっと無理ですっていうことで、ただね、ポテンシャルがね、すごいんですよね。今日は見せませんけど、うん、いろんなところに実は東村さん出てて、いろんな、うん、サイクル人飛ばしてるんですよ。そう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 伝説がね、割とね、多いんです、はい、なので、そう、いつぞその東村さんが主役の話なんですけど、うん、この回もですね、うん、ちょっとですね、やらかしまして、うん、これ今から見る回は、はい、まあその、XOL のモルダーとスカリの、うん、味方である好きな副長官っていう構図、うんうん、でそれに敵対する、肺がん男とクライチェックっていう、うん、はいはい、この人たちが戦ってるわけですね、うん、で、それだけ、守って筋は作られてるんですけれども、まあまあまあそんな感じでちょっとそれを下敷きに見ていただけたら、そのなんかその5人の3人の構図だけ想像しつつ見てもらったら、はい、事件が起きるんで、そうですね、はいはい、モルダーとスカリーの、上官、はい、好きな副上官、はい、でそれと、敵のクライチェックと、肺がん男ということで、はい、敵ね、はい、で、まあ、それはそれとして今から見るのはビニール袋男、それはもうサイドストーリーみたいなもんです、はい、では、はい、
ましょう。再生。すでにフリーズしてこれはですね、僕が一発ギャグをして、大物の説ばっかり広がって、フリーズして、投資したっていう。説明を聞いてもよかったなんて。何言ってるの？視界がまだカチカチだ。犯人はまだ近くにいるはずだ。好きな副長官に連絡してこないよ。一刻を争う、先を急ごう。もうあるじゃん。出た。来た。いい声がった。残念ながらね、柱で見えない。それけどね。不要だ。それけどね。湯袋とか。いやもうね、今だから大阪達さんは笑いし、殺してて、そういう遠慮せんで、しまってそれにいいわ、キラキラ笑ってますよ。おじいちゃんのお土産やねん、こがしら。白い。いや、ミニオ無邪気なんですよ。いっぱい買うんだよ、そうそうそう、一個一個ね、紹介してくれるかわいいじゃん。いや、遠慮するな。あいしょ。あいしょ。それからね。かわいいな。この時計これで3分測るね。正解ね。いいなぁ。おじいちゃんの写真が何か売ってた。正解ね。2000円か5000円で買うて。だって1人だからもう1回行けばいい。行くよ。私たち先に進むのね。そのまま来て。いいか、劇団員殺しの容疑者大沢達長はすでに殺されている可能性がある。何だ、これがその資料だ。クイーン、あなた誰、なんで私たちに情報を。私はクライチェック、好きだ。ちょっと待って、クライチェックなんだ。重要な意味を及ぼすな。あなたはどっちなんだ。もう一度聞いていくじゃん。あなたは重要な意味でした。私は好きだ。そうだよね。そうだよね。クライチェックだ。クライチェックのはずがない。今ね、意外とアナクさんの動きとシンクロしてる。よかったよかった、そうよね。私は見張られてる。こんなにかっこよかったのに。知らん。知らんと相撲キングが近くに。クライチェックもいるはずだ。お前で、お前くらいちゃうかもしれんやろ。疑いが晴れてない。では、一連の殺人は誰が。震えてる。ちょっと笑いが大引いちゃってる。答えは総資料に記された場所に。完全に笑ってるね。モルダ、つかに真実を暴き出す。バカじゃない、バカじゃない。あんなかっこよかったのに。好きな副長官、完璧な変装ね。真実か。やはり、ガチョニーの座長は、俺は大引いてる。全部と関わりがあるのか。丸山さんがそれ必死に合わせた。一方その頃、本物の座長大沢は無人島で遭難していたのだった。ということでね、大事件や。ビニオは好きな副長官の変装だったっていうところやったんですけど、間違えまして、はいはい、東村さんが敵のなんね、クライチェックだ、好きなだ。何言ってんのって。あんなにそのまま聞け。かっこよかったね。あれね、急に芝居書いてね、おかっこいいと思ったら、何言ってるんですか。ね、まあまあだから好きな副長官は裏で、まあ、あの X-File 本編を見てもね、名物の方なんですけれども。いやー、名シーン。名シーンでしたね。ニセフェスならでは感強めでしたね。はいはい、まあ一応この後、いい局部が牛肉ソーセージにつながるという感じでございました。はい、今のが、あのニセフェスでは毎回出てほしい東村さんメインのシーンでした。はい、最後でございます。はい、最後なので長いです、うん、長いです。はい、ですね、まあいっぱいあるんですけどコント、その中でもですね、府立石高熱湯野球部というネタがあったんですけれども、はいはい、まあ、あの野球をするというネタで、うん、はい、それの、まあ、ラストから、うん、はいはい、もう本当に本編のラスト近辺まで見ていこうかなと思います。状況としましては、
僕が生徒会長役なんですけれども、うん、生徒会長が最後にのもう西満塁みたいなところで出てきて、で、最後どうなるみたいなところで、うん、から始まります。はい、はい、もうね、もう分かんないと思いますけど、そうですね、でもう飲み込んでいただいて一回ちょっとコントがどんどん進んでやってるっていう話でございます。見ていただければ。はい、はい、ではいきますね。はい、はい、最後です。再生。もし皆さん家庭の前に松本秀樹と大沢熊五郎です。お願いします。自分で紹介してみてください。ありがとうございます。お願いします。お願いします。知らぬ恋透明人間高校ピッチャーの交代を知らせます。時効の相手が透明人間、知らぬ守君に関わりましてピッチャーボックスモルダー君。あ、リリーフだ。透明人間高校にこんな外国人ピッチャーがいたのか。モルダーがここでこの世界観に入ってくる。急にね。大沢熊五郎破れたり何もしてへんの。大沢決まった。顔面直撃だぜ。スカモリモルダー貴様。モルダースカリが自分の人に河村武道具。そうです、そうです。さっきまで当てる声やったんです。そうそう、このゆるさ、このゆるさ、たまらんが我々は X-5 の特殊調達部なんだ。一高の部長だ。旧のチームの仲間と注目な野球少年。見てみろ。生徒会長、あと出たやつが血は緑色だ。これね、分かりにくいですよ。ここに緑色のマジックで血って書いてある。やつは地球外生命だ。そうそうそう、血が緑色。僕に取られて死んでいたわ。嘘だ。さっきまでおった野球部の人たちとか行くのか取るけど、取るけど吹けてる。あ、やばい、注目な野球少年が最高キレシス説明セリフ、説明。え、覚えてますか。同級と同じことしてる。エイリアンだったか。よくも注目な野球少年。覚えてなかった。ゴーヤー、ゴクソン。それはこちらのセリフ。あ、来た、鼻ピタピタ。さっきまで野球してた人だけど。ハイガー男も出ますか。やはり貴様らが裏切りを引いていたのか。動くと打つというのは我々のセリフだ。あ、ごめんなさい、輪ゴムピストルでございます。銃を下ろせというのが聞こえないのか。これね、ボックスモルダー長いですからね。まだまだ続くから全然ある。お前たちは政府に近づきすぎる。こいつらの入植はすでに始まっているのか。深入りするなと忠告したはずだが、連れて行け。俺はこいつの時期に使わせてもらう。俺喋れんのかい。俺喋れんねんな。エイリアの地球入植計画は順調ですね。奴が裏切ってなければ。好きな副長官ですか。覚えてますか、好きな副長官。そうそう、微妙ですよ。行こう。車椅子ね、そうね。いや、下手がもう化石さんや。知り付かれてる。あ、それっぽい。海外っぽい。やっと柱を有効活用する。フランス料理のフルコースをご馳走してくれるというわけではないようだな。手術されるのよ、あのエイリアン。実験素材からは XY です。悪くない待遇がね。誰来る。来た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 。これどうか、これどうか、気になる。助けに行った、無事か。え、行かないわ。逃げるぞ。助かったよ。これでもか、これでもか。消え入るような声で消え入る。楽しい受けたまらん、ちょっと巻き戻したいわ。言わないでしょ、巻き戻したい。地球外生命体の変換手術です。なるほど。実はね、我らの地球を魚肉食品にする手術が入植計画だったんですね。なんでそれ。だからあれも伏線だったんですよ。なんて恐ろしい手術だ。この事実を反入植派の政府に知らせる。マスコミにも知らせましょう。ツイッターにやりすぎる。タクシーやマイスペースに乗れ。我らのスカリが逃げたぞ。まずい、逃げるぞ。そこまでだ。クライチェック。これが本物のクライチェックです。やはり裏切った。いや、あの、なんだこの手は。え、今ね、どうする。討論権してる。いや、わかんない。わかんない。討論権の使い手に。わかんない。え、ごめん。ごめん。スカリ、今のうちに逃げろ。何をする、捕らえろ。もうダメよ。早く逃げた。スカリブリ。スカリブリ。置いてはいけないわ。スカリブリって
言ってますね、今。やめろ、ちょっと待って、スパイダー、オルダーの規制を無駄にするのか。行け、行ってしまえば、スカリブリー、ズカが行けない、待ってて、スカリブリー。あれ、鼻光ってる。発展が光る。これ、一応、あのエイリアンの2です。名シーンです。リプリーが、あの海中レッドとマシンガンを持って、ぐるぐる脇にして、何をしている？ちょっと思わず、何をしたんですか？何作ったんや、足立さんは。危険な場所だ。チューと、でも、周りでは私を待ってるんですけど。マットかな、これ。わかった。一瞬で納得する。行こう。好きな着陸船に乗れ。次の我々の出落ち的格好も丸見えですね。よいしょ。ヘリコプター空飛んでます。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 やっぱつかまんね。制限時間は16分だ。これだけは一応爆発させに、それまで戻ってくれない。これでいいんですか？爆発させに待ってくれない。うちらやったってほんまにいいんですか？シードグレネードランチャーと火炎放射器を使え。 OK。出ます。いいな。16分だ。わかった。待ってて。ではなんだけど、私はやっぱ紹介しようと思って。おい、何か俺、エリアの臭いものが俺ビビってんのか。あれ、そこが見えないんだ。あ、出た。ヒロイン。来た来た。ヒロイン出るのがやばさ。あれ、何抱っこしてるんですか？ゲート！日替わりやった。フィギュアを。ゲート。ぬいぐるみを抱っこするのをフィギュアで表すっていうなかなかの。小山さん、このままヒロイン曲なんですね。名シーンです。名シーン、名シーン。
主張めっちゃ奮発してる。まあ、しっぽしっぽ。なぜとどめを刺さない。家族だから。無理やりすぎる。これやりすぎる。このオチを持って私たちビッグバンから生まれた家族じゃないですか。同じこと言ってない。同じこと言ってますね。ちょっと既視感感じた。ウィアーズエイリアン。もうみんなが業務的に準備を始めましたわ。テイタムさん、ウェイキーズアップゴー、ウェイザーボール、マスカムトゥゲダーズゴー。なんかエンドロールですな。ちょっとエイリアンが今、いぶかしに出るでしょ。なんだこれは。階段園で終わるという。そうですね。ちょっと私一瞬画面からフェードアウトしてしまいました。あの牛乳箔下り。あれね。あれちょっと秀逸が過ぎるな。あれすごいやろ。あれすごい。あれすごいですわ。うわ。いやタイムラグがとか刺される走ってくる子たちバケツ牛乳渡すゆっくり飲むえっていうあのずっと東村さんの親を待つ時間たまらない。エリアン2ファンにはたまらん時間だと思うんだけどな。あれでもな、終わってから東村さんが、はい、お子さん、分かりました、あれ、牛乳じゃなくてカルピスにすべきでした。何が分かったんですか。牛乳がね、相当まずくて。ああ、ね、合わんかったです、うん、カルピスにしときゃよかった。美味しかったな。あの後の演技に師匠が出なかった、それやった。東村さん、いい仕事してんなぁ、ニッセです。ワン、ツーと出てたんですけどね、うん、東村ミックス作りたいですね、うん、東村さんだけ集めた映像ね、欲しいね。名場面だけ、うん、東村、だからちょっとニッセフェスの、まあ、ファイブがいつあるかわかんないですけれども、うん、次あるならあるならまた証拠にもなく、ね、こちらがオファーをするでしょうね。東村さん、あ、言ってます、ちなみにっていう。東村さんすごく謙虚でいい人なんで、うん、いや僕なんかもう出れないでしょみたいなこと言ってくるんですけれども、ちらね、違うと心の底から熱望している、出てほしいです、うん、もし東村さんこれ見てたら、うん、次ファイブぜひ出てください。本当出てください。ちょっともうほんまお願いします。今回ちょっと2を見直して、うん、やっぱ出てほしいなと思いましたので。いや必要な存在でしたね。やはりいりました。何かが足りなかったな、3と4。あ、東村さんがいなかったんだって気づきました。そうですね。はい、出てください。
というわけで、はい、一撃はライブラリー11月号ニセフェスティバル2でございました。こんな感じでですね、もう DVD 化されてないのをどんどん、うん、ライブラリーでは見せていきますんで、うん、ぜひぜひ次回の、はい、まあ、12月の、はい、4週目も、はい、4週目あるのかな、年末なのに。ほんまですよ、年末もしくはクリスマスどんなんかって感じ、まあ、ちょっとまあそれは、よう今から相談しますね、はい、ディレクターと。そうですね、まあ次回を、はい、ということでお楽しみということで、次回はまたレアな映像をお届けします、はい、それでは、一撃ライブラリー11月号ニセフェスティバル2でございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。自分さん何調べてるんですか。調べてるっていうかメール作ってる。ああ、メール作ってる感じ。うん。自分さん、はいはい、この前ね、はいはい、僕コンビニでバイトしてたんですけど、ジャガリコの新商品出たんですけど、うん、何味か知ってます？ああ、知らん。バーベキュー味です。うん、あ、ごめんなさい、じゃがりこじゃなかったです、じゃがみっすじゃがみのバーベキュー味が出たんですよ。ていうか西文さんってじゃがみの方が好きなのかじゃがりこの方が好きなのかどっちですか。じゃがみ派っすか、じゃがりこ派っすか、姉派っすか、虫派か。なるほどあの柚子胡椒味のじゃがりこ知ってます。西文さん、西文さん、ねえねえなんで無視すんの、なんで無視するんですか。西文さん、西文さん、文さん文さん、文さん、虫ぽよおっと参ったな、ここまで無視されちゃ困ったな。俺も丸山さんの方に話振りますよ。これこのまま行くと大惨事、大変ですよ。よし、行こう。丸山さん、ん、何してんすか。洗い物や。見たら分かりますわ。あ、これ俺あれ、これあれ、これ買ってきて飲んでんのやつよ。これ意外と賞味期限切れてるんですよ、見てください、うんうん、結構過ぎてるでしょ、うん、何時でした、何時でした、見てなかったですか、もしかして、うん、見てなかったのか、うん、見てなかったのか。マリマラさんって家でもやっぱ洗い物するタイプですか。やっぱり結構する感じですか、うん、まあそれなりしっかりする感じですか。やっぱそこのやっぱシンクとかの汚れも気になっちゃう感じですか、うん、なんかやっぱ数的なやつとか使ったりする感じですか。マリマラさん、丸山さん、丸山さん、丸山さん参ったな、またか、丸山さん、丸山さんなんで聞いてくれへんのみんな、ほんま困るわ。川原さん、川原さん、何、川ぽよ、川ぽよちゃう、川ぽよじカワポヨ、カワポヨじゃない、何、え、特に用はないんですよ。特に用はないの来た、特に用はないですけど、なんか喋り合いてほしい的な感じで来たんですよ、僕は。あ、そう、うん、その通り。え、な、なんもないよ、特にないです。何してるんですか。今、あの、次の HTV の編集。へえ。次の HTV の編集、川原くんだけはちゃんと会話してんな。あ、そうなんですよ、受け答えしてるので。川原くんだけですよね、うん、偉いな。いや、まあでも、もうそろそろ、そろそろでしょ、限界。せやな、絶対鬱陶しいと思ってるな。ね、これは PV の編集してるんですか。いや、これ次のあの HTV の編集。そうですか、自信、うん、やめろ編集しづらい、選べろミスったら絶望します。いや、するする、絶望を写真。はい、わかった。石本さん、何色好きですか。うん、オレンジ。オレンジですか。うん、ピザ好きですか。ピザ、まあ、うん、ドミノピザ、ドミノピザ、歌聞いただけで西本さん、はい、わかった。森山さん、パスタやったら何が好きですか。カルボナーラ。カルボナーラ、現る、カルボナーラ、現る。森山さん、カルボナーラ、はい、わかった。
中堅の三重士現る。あ、よかった。この顔気にして、これちょっと待って、もう一回見せて。はい、すごく気になる。おはようございます。大熊さん、はい、あのね、ジャガビーとジャガリコの新作あるんですけど、ジャガビーのバーベキュー味と、うん、ジャガビーのバーベキュー味、ジャガリコのバーベキュー味だったかな、まあどっちかなんですけど、大熊さん的にはジャガリコが好きなのか、ジャガビーが好きなのか。何の話、何の話。これはね、あのさっきから好みを聞いてるんですよ、ここ人の。あ、僕はね、あのジャガリコ好きなんですよ。大熊さんどっちですか。俺はポテトチップス。ポテトチップス出ました。ポテトチップス入ります。